不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田村女性組織の不動産大学、短期記憶を長期記憶に置き換える方法編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、まあ宅建試験の勉強をしていく上でですね、やっぱ試験日までですね、知識をたくさん覚えていくためには、短期的な記憶からですね、長期的な記憶にですね、移行させていくっていう作業がですね、すごく重要になってきます。結局ですね、やったその場で覚えていてもですね、試験当日にまで覚えていなければですね、無意味なんでございます。なので、そこのところをですね、短期の記憶をどうやって長期の記憶に置き換えていくかっていうところを、実はですね、不動産大学はものすごく意識をして動画とかを作ったりなんかですね、しているんでございます。今日はですね、その辺のところを少しお話をしていきたいと思います。なんでですね、このお話をしようかなというふうに思ったのかと言いますとですね、最近ですね、こう IQ をですね、測定する、こう、そういう、なんていうの、仕事をしている方とですね、ちょっとお話をする機会がありまして、その方がですね、別に私、不動産大学の話は一切してないんですけども、短期記憶とですね、長期記憶のお話をされてまして、それを一緒に聞いたんですけども、短期記憶をですね、長期記憶に置き換えるためには、3つのですね、要素がとても重要だっていうことをですね、言ってまして、これですね、私も聞いてて、まあ、まさに私もそう思うなというふうに思って同調したんですね。で、まさにですね、不動産大学の動画なんかもですね、そういうふうな意識を持って作っていたので、これはですね、ちょっと皆さんにお話をして、ぜひですね、意識をしていただきたいなと思ったので、ちょっとお話しさせていただくんですけども、短期記憶を長期記憶に置き換えるため、要するにですね、今覚えたことをですね、試験当日まで覚えているような長い記憶にですね、するためにはどうしたらいいのか、ポイントは3つあるんでございます。いきますよ。1つ目。これはズバリ、繰り返しでございます。これはですね、その方も言ってたんですけども、とにかくですね、繰り返すということが短期記憶を長期記憶に置き換えていく上で、とにかく重要だというふうに言っておりました。結局ですね、1回やったぐらいじゃ忘れちゃうんです。2回やったぐらいでも忘れちゃうんです。私の場合はそうなんです。だからですね、もう毎日やるぐらいのことをしていかないと、長期記憶に置き換わっていかないんですね。やっぱりですね、その上で重要になってくるのはこれですよね。これ、大量記憶表でございます。これもうまさにですね、不動産大学の勉強のですね、もう過去になってると言ってもですね、過言ではないんですけども、これがですね、まさに短期記憶を長期記憶に置き換えるための計画なんですよね。結局、毎日毎日繰り返しやっていって、それでですね、短期的な記憶を長期的に置き換えていく作業を計画的にやる。これがですね、大量記憶表のですね、とにかくこれはポイントになっているものです。この紙一枚勉強法ですね。紙一枚勉強法の方に収録されている大量記憶表。これはまさにこれなんでございます。とにかく繰り返すことによって短期記憶というのは長期記憶に置き換わっていくそうです。ただですね、これだけだとまだちょっと弱いんです。あと2つ要素があります。いきますよ。ポイントその2。記憶に意味を持たせる。はい。これはですね、どういうことかと言いますと、すごく簡単に言うとですね、語呂合わせとかのことですね。結局ですね、数字の羅列とかですね、いろいろ宅建試験で覚えなければいけない数字とか単語とかいっぱいあると思うんですけども、それをそのまま断片的に覚えていってですね、暗記するのってなかなか難しいじゃないですか。で、どうすればいいのかっていうと、一般的に使われるのは語呂合わせですよね。泣くよ、うぐいす、平安京的なですね、ああいうような感じの語呂合わせでですね、覚えていくっていうのが言葉に意味を持たせてですね、それで覚えていくっていうやり方なんでございます。ただですね、これ語呂合わせって、宅建の語呂合わせもいろいろあると思うんですけども、結構強引なんですよね。で、忘れちゃうことが多いんです。なので、じゃあ不動産大学ではどういう風にしてるのかと言いますと、ズバリこれです。そうなんです。覚える歌ですね。とにかくですね、歌の歌詞というかですね、メロディーに乗せて一気に覚えてしまうということなんですね。メロディーと関連付けてるんですよね。で、覚え歌の歌詞に関しては意味を持たせてますから、それでですね、メロディーと歌詞のセットで一気に覚えていただく。もっと言えばですね、この覚え歌のですね、絵ですよね、動画。自体も頭にですね、こう焼き付けていただくみたいなですね、そんな感じのイメージでございます。これでですね、短期的なですね、暗記できる知識、暗記するべき項目を長期記憶に置き換えていくというところに役立てていただくという感じになっております。そしてですね、三つ目でございます。短期記憶を長期記憶に置き換えるポイント三つ目。これはですね、ズバリエピソードと関連付ける。これがですね、非常に重要だというふうに言っておりました。これはどういうことかというとですね、結局ですね、あの時こういうことあったよなとか、そういうことですね、例えばセミナーなんかでもですね、あの時の先生こんなふうに言ってたなとか、あの時あんなふうにボケてて、ちょっとみんなで笑いが起こったなとかですね、そういうエピソードですね。結局、その知識自体とは直接関係ないんですけども、関連付けられるようなエピソードとか、エピソードトークということですね。私の動画なんかで言うとですね、実務のお話はまさにそうなんですね。例えばですね、両手仲介とか片手仲介のお話なんかもそうだと思うんですけども、両手仲介がこうで、片手仲介がこうでって言ったとことをですね、ただ講義しただけだとあまり面白くないんですけども、そういったところにですね、実際の実務ではもう営業会社はですね、もう片手仲介なんかですね、もうあんまりもう評価されないと、とにかく両手仲介を取ってこいというところをですね、とにかく言われるっていうのはですね、そういう余談的な話、周辺的な話ですね、周辺知識余談、
そういうようなですね、エピソードを関連つけておくと、その仲介手数料のですね、計算方法なんかもですね、一緒に思い出したりとかですね、そういう風にできるっていう、そういう効果があったりするそうです。なので、この3つの要素ですね、繰り返すということ、そして意味を持たせるということ、そして最後がエピソードと関連づけるということ。このですね、3つの要素を駆使することで、短期記憶というのはですね、長期記憶に置き換えやすくなるということなんでございます。これはですね、私が言ってたんじゃなくてですね、こう IQ をですね、測定するですね、仕事をしていらっしゃる方がですね、お話をしておりました。これまさにですね、私も本当にそうだなというふうに思いました。皆さん勉強されててどう感じますでしょうか。まあ実際ですね、やっぱり覚え歌なんかはですね、非常に効率的に暗記をすることができますので、特にですね、こう効果があるんじゃないかなというふうに個人的には思っております。私ですね、この3つの要素本当全部重要だと思うんですけども、やっぱり核となるのはやっぱり繰り返しだと思います。物事をやっぱり繰り返さないとなかなかですね、覚えていきません。で、やっぱりテストで点数が低い方のですね、ほとんどはこの短期記憶を長期記憶に置き換えるということはできてない。できてない理由は忘れてしまっているから。なんで忘れてしまうかというと、やっぱり繰り返すってことをですね、やってないんですね。で、ある程度ですね、学習が得意な方っていうのは、この繰り返す、この回数が少なくても、ある程度長期記憶に置き換わっていきやすいんです。ただ、学習が苦手な人とか、テストで点数伸びない人っていうのは、この繰り返すという作業を普通の人よりもたくさん長くやり続けないとできないということなだけで、別にあなたは覚えられないということじゃないんです。繰り返すということですね、人よりも長く回数多くやり続けるということさえできれば覚えられます。これは間違いないです。そこのところはですね、自分は頭が悪いから勉強は苦手だからダメなんだということではないです。少なくとも宅建試験に関しては、誰でもですね、覚えさえすれば合格できるレベルの問題が出てきますので、そこのところはですね、自分には無理だっていうふうに思う必要はありません。それだけはですね、ちょっと声を大にしてですね、皆さんにちょっとお伝えをしておきたいと思います。ということでですね、今日はですね、やっぱり短期記憶をどうやって長期記憶に置き換えていくのかっていうところのですね、ポイントを3つご紹介させていただきました。このポイントですね、3つとも全部ですね、不動産大学の動画で補えるようになっております。これはですね、私は意識そこまで作ってたというよりも結果的にそうなっていたという感じなんですけれども、ここに関してですね、ぜひ不動産大学の動画ですね、活用していただいて、短期記憶をですね、どんどん長期記憶に置き換えていっていただければというふうに思っております。ということで、また明日。